ヘルメットを取って、そしてこれからボックスに入ります。右のバッターボックス、中山昂輝、大船高校です。中山は、表情もそうなんですけれども、非常に明るい選手。この中山がいることでその場が非常に明るくなります。その意味ではこの中山が塁に出ることでチームは大いに活気づきます。さあ、中山がミドボックスに入りました。西山とのキャッチャーの川村が大きな声でナインに声を送りました。3回の裏、大田吉の連合チームの攻撃。強い当たりがこの中山のところにも飛んでいます。それをよく止めて、そして刺しています。ムードメーカーの中山、7番バッター。ピッチャー川口、投球は3球目、右方向ファウルになりました。バットを長く持ってヘッドを効かせたバッティング、これが身長の中山。そして投球を重ねますピッチャーの川口、初回2回に比べまして投球フォームがだんだんと大きくなってきました。体が慣れてきました。右中間方向、ライト前進します。今村前進、取れませんでした。ライトの今村のグラブの先、記録はヒット。ノーアウトランナー一塁。さあ、ムードメーカーの中山、チームの初ヒットを放ちました。1点を追います。3回の裏、大浦吉の連合チームです。左バッターボックスに村田直樹が入っています。ノーアウトランナー1塁。ピッチャーの川口、セットポジション、手から戻ります。ファーストランナーの中山。さあ、学校の仲間が声援を送ります。三塁側、キャッチャーの川村がここは様子を見てピッチダウト。大浦高校は青山監督が率いています。まずは同点にしたい3回の裏、大浦吉の連合チーム。ワンエンドワンになりました。意外性があります。バッターボックスの浦田、バット引きました。ボールです。ツーボールワンストライクになりました。三塁手の畑が強い勢いで猛ダッシュ、バッター方向に進んでまいります。バントを許さない構え、守ります西山と。投球は4球目、打った、左中間方向、レフト、井戸下がって抑えました。ファーストランナー戻ります。打球がやや切れていきましたけれども、レフトの井戸亮太が中田に入って抑えました。ワンアウトランナー一塁と変わります。ファーストランナーの中山はそのままです。バッターボックスにはセンターの吉田博士、9番バッターが入ります。バントします。ピッチャー前です。キャッチャーの川村がボールを一塁に送ります。送りバント成功、ツーアウトランナー二塁。得点圏にランナーを送りました大浦吉の連合チーム。そしてここで1番の大西智之に打順を回します。思い切りのいい1番バッター、リードオフマンの大西。第1打席はサードゴロでした。強い当たり。さあ、同点のチャンス、得点圏にランナーを送りました。ツーアウトランナー二塁です。
セカンドランナーはムードメーカーの中山幸輝。バッターボックスには頼りになります1番の大西。バッターさあいい当たり、レフトジャンプ、取っています、取りました、スリーアウト、ファインプレー、レフトの井戸亮太、素晴らしいプレーでした。チームが活気づきます。そして一塁側も沸きます。打ちも打ったり取りも取ったり。3回の裏は結局無得点に終わりました。大田吉野連合チームです。これから4回の表、西山との攻撃です。